日韓ハーフで女優やモデルとして活動している南里穂は、以前は韓国の大手芸能事務所 JYP エンターテインメントに所属していた。南里穂のスタイルキープの秘訣や気になるスキンケア方法とは。南里穂の元彼や現在の彼氏についても調査しました。目次。南里穂のプロフィール。南里穂がスタイルを保っている秘訣とは。南里穂の肌が綺麗。どんなスキンケアをしている。南里穂の元彼や現在の彼氏について。南里穂が事故の MV に出演。南里穂ハムリのないダイエットでスタイルキープ。南里穂の関連記事。南里穂のプロフィール。本名、振り仮名愛称小括弧割りコロン南里穂、南里穂。所属事務所、クージー、およびサブライムアーティストエージェンシー。生年月日、1995年11月1日。現在年齢、25歳。出身地、兵庫県。血液型、A 型。身長、155センチ。体重、40キロ。活動内容、女優、ファッションモデル、グラビアアイドル。家族構成、両親、姉、兄。事務所公式リンク。公式ツイッター。公式インスタグラム。南里穂派日韓ハーフ。南里穂派日韓ハーフであり、父親か母親のいずれかが韓国人です。日本で育ったこともあり韓国語は話せませんでしたが、韓国に渡りアイドルの練習生をしていた頃に仲間と交流しているうちに話せるようになったと言います。韓国の JYP エンターテインメントに所属していた。2012年から2015年まで、南里穂派韓国の大手芸能事務所、JYP エンターテインメントに所属していました。JYP エンターテインメント初の、日本人練習生でもあります。JYP エンターテインメントは、日本で誕生したガールズグループ日ユーを誕生させた JY パークが設立した事務所、元は手本企画、です。南里穂が練習生として活動していた同時期には、現在トワイスとして活躍中のサナやモモ、ナヨンと練習生生活を送っていました。そして南里穂派、彼女らとは退所してからも交流があるといいます。女優やモデルとして活動。日本では、2015年にモデルとしてウーマンインサイトでデビューしています。そして、2016年にはネットフリックスのウェブドラマ火花で女優デビューしました。これまで、女優やモデルとして活動しています。例えば、2016年10月にドクター X 外科医、大門未知子に、看護師である赤羽葵役で出演しました。YouTube チャンネル解説。2020年8月に、南里穂派 YouTube チャンネルを開設しました。2021年9月現在のチャンネル登録者数は、19.7 万人です。投稿内容は、メイクやコスメが中心となっています。女性の方は、参考になるかもしれません。南里穂里穂南 YouTube。南里穂がスタイルを保っている秘訣とは、南里穂のスタイルに憧れる女性もいるかもしれません。続いては、南里穂のスタイルを維持する秘訣について見ていきたいと思います。彼女は、どのようにしてスタイルを保っているのでしょうか。練習生時代にダイエットもリバウンド。
現在の南里穂からは想像がつかないかもしれませんが、韓国で練習生をし始めた頃は現在よりも10キロほど体重が多かった、最高体重49キロ、と言います。そのことから多くの注意をされたと言いますが、食べないダイエットをしていたためすぐにリバウンドしてしまったのでした。南里穂本人は、食べないダイエットが一番ダメだと語っています。練習生を辞めた後から、しっかりと自己管理をするようになったことで、現在まで体型の維持ができているのです。野菜中心の食事で無理なくダイエット。南里穂は現在、無理なダイエットはしていないと言います。健康を意識した食生活を送っていて、野菜中心の食事をとっているのです。ジャンクフードを食べなくなり、お菓子もたまにしか食べたいと思わなくなったとも本人が話しています。夕方にダイエット漢方を飲んで夕食は控えめに。昼はしっかり食べていると言います。その代わり、ダイエット漢方を飲み食欲を抑えています。そして夕食は、軽く食べるのみにしているのです。夜に多く食べなければ、あまり太らないでしょう。この点も、南里穂のダイエットの秘訣となっています。南里穂の肌が綺麗。どんなスキンケアをしている？南里穂は、肌が綺麗だという点も魅力です。南里穂のような綺麗な肌になりたいという女性もいるでしょう。次に、南里穂のスキンケア方法について迫ってみたいと思います。彼女はどういった方法で美肌を保っているのでしょうか。小学生の頃からスキンケアをしている。南里穂は元から美容が好きであり、小学生の頃からスキンケアをしていたと言います。また芸能人であり人の前に立つ立場であることから、いつでも憧れられるような存在として可愛くいたいという思いもあります。それもあり、時折エステにも雪美容は手抜きをせずに言っているのです。南里穂は美意識が特に高いということでしょう。メイク落とし後にする韓国の美容法。洗顔後には顔に残った水をタオルで拭き取ることなく、肌に浸透させるように顔を手のひらでタップしていると言います。この方法は、韓国のテレビ番組で知った美容法であり、2018年の時点で3年から4年ほど取り入れています。クレンジングでメイクをしっかり落とす。南里穂には、美容の面で一番関わっている点があります。それは、クレンジングにより丁寧にメイクを落として、保湿も丁寧にすることです。黒いマスクも愛用をしていて、肌にしっかりと密着させてから、15分から20分ほど後に外します。その後、肌に残る水分を手のひらでタッピングして、肌に浸透させるのです。さらに、ジェルクリームをオイルで顔に伸ばして、寝ている間に肌が乾燥してしまうことを防止しています。テカテカにはなりますが、朝起きるとほど良くなっていると言います。